こんにちは、ケンです。今日は東京と千葉の県境、江戸川区南部に位置する葛西の歴史を振り返っていきたいと思います。葛西の歴史は長く、古くは奈良時代の文献から葛西の地名が確認できます。葛西には東京23区内の公園で2番目の大きさを誇る葛西臨海公園があり、週末は多くの来園者で賑わっています。東京メトロ東西線や JR 京葉線が走り、都心へのアクセスに優れていることから、現在は関東有数の住宅街として都心で働く多くの人々の日常が営まれています。かつては漁村として葛西海苔の養殖や江戸前魚介類の漁業で栄えた町でした。葛西が大きく在り方を変えたのは1972年から埋め立て事業が始まってからです。昔はこの地にどんな風景が広がっていたのか、一緒に紐解いていきましょう。なお、今回の動画では北葛西から東葛西、西葛西、南葛西、清新町、臨海町も含め便宜上葛西と呼ぶことにします。葛西は荒川、旧江戸川、新川、そして東京湾に囲まれた江戸川区南部のエリアです。東京駅から東にわずか 8km の場所に位置し、東京メトロ東西線に西葛西駅、葛西駅が、 JR 京葉線には葛西臨海公園駅と3つの駅が存在します。葛西駅と西葛西駅はもともとあった土地に建てられましたが、葛西臨海公園駅は埋め立てられた土地の上に建っています。葛西はどのエリアに住んでいても比較的駅まで近いので、暮らすには非常に便利です。さらに西側の荒川沿いには首都高中央環状線が走り、清新町料金所から入って北へ向かえば常磐道、東北道へ、葛西料金所から湾岸線に入ると横浜方面、千葉方面へとアクセスでき、車移動についても利便性の高いエリアとなっています。さらにディズニーランドへは自転車で行けてしまうという好立地です。現在葛西というと新川から南の江戸川区の南部の地域のことを指して呼ばれますが、かつては下総の国葛飾郡の東部を統括、西部を葛西と呼んでおり、現在と比較するとかなり広いエリアでした。現在のエリアが総じて葛西と呼ばれるようになったのは1969年に東京メトロ東西線の葛西駅が開業してからです。ここからは葛西の埋め立ての歴史を見ていきます。埋め立て前の葛西沖には水鳥が飛び交う広大な干潟があり、豊かな漁場がありました。潮干狩りや竹で編んだ巣に魚を追い込む巣立てなど、海の恵みとともに人々の生活がありました。葛西は遠浅の海を生かして海苔の養殖、そしてハマグリやアサリといった江戸前の魚介類が水揚げされてきました。江戸時代初期までは主に食用海苔として使われていたのは、浅草浅草寺近くの隅田川河口付近に取れていた浅草海苔でした。しかし江戸期における付近の埋め立ての結果、収穫が減ります。その後、葛西海苔が浅草海苔の代用品として流通するようになりました。当時の海苔は歯ごたえがあり、香りもものすごく濃厚だったといいます。一度食べてみたいものです。旧江戸川と荒川を結ぶ左近川には海苔の養殖や貝の採集で利用するベカ舟と呼ばれる小舟が数多く停泊していました。葛西の漁業は明治期の1890年代に最盛期を迎えました。葛西漁業組合も結成され、東京都が運営する葛西漁港も開設されました。ベカ舟といえば、作家山本周五郎が埋め立て前の浦安の風景を描いた青ベカ物語を覚えている方も多いと思います。浦安編で詳しく解説していますので、興味がある方はぜひご覧ください。概要欄にリンクを貼っておきます。1950年代に入ると東京湾の水質汚染が急激に進みました。1958年、江戸川にあった本州製紙江戸川工場から大量の汚水が排水され、激しい水質汚染が起こりました。そして地元の漁業組合が排水を続ける工場に乗り込む乱闘事件に発展します。漁民側に重傷者35名、軽傷者108名が出る事態となりました。当時の新聞でも大きく取り上げられ、その後の水質汚染に対する法律制定のきっかけとなりました。葛西で起こった問題は水質汚染だけではありません。1960年代に入ると海だけではなく地上でも土壌汚染が進みました。南関東ガス田の採掘業者が1日に2万トンもの地下水を汲み上げたため、西葛西では1年間に23センチも地盤が沈下しました。その一方で、漁業の衰退した南葛西には放棄地が増え、産廃業者による不法投棄が横行しました。問題が大きくなったのは、日本化学工業小松川工場が約8万トンの六価クロムを不法投棄したことです。
従業員には肺がんなどの労災が発生し、周辺においても健康被害を訴える住民が多数に上りました。東京駅から直線距離にしておよそ10キロほどの場所で、これほどの毒性を持つ危険物質が数十年前とはいえ大量廃棄されていたなんて、産廃規制が強化された現在から考えるとちょっと信じがたいことですね。埋め立てが始まる前の火災の風景を見ていますが、埋め立ての要因の一つとして火災の土地自体が水害に弱かったという理由もありました。埋め立て前は台風や高潮による水害が多く、住民は度重なる浸水に悩まされていました。もともと海抜が低い火災ですが、地盤沈下がそれに輪をかける形で深刻な被害を及ぼしました。水質汚染、地盤沈下、水害、文字通り火災という土地は八方塞がりの状況だったわけです。水没した土地を取り戻し、東京の発展を支える用地を生み出し、干潟など生態系を守る、環境保全を包括する壮大な埋め立て事業がここで計画され行われることとなりました。こちらは1945年昭和20年の航空写真です。清新町や臨海町周辺は海だったことがわかります。1965年の火災の空撮写真です。強固な防波堤が海岸線に沿って築かれている様子がはっきりと見て取れます。こちらは昭和30年代に撮影された堤防の風景です。人が写っていますので、その大きさがわかると思います。1947年のカスリーン台風、1949年のキティ台風による高波で甚大な被害を受け、東京都は堤防工事に着手。1957年3月におよそ 4.5 キロメートルに及ぶ火災海岸堤防が完成しました。火災沖の埋め立ては1972年、昭和47年に開始され、2004年、平成16年まで続けられました。1966年の地図からは、現在の火災と呼ばれる地域は3分の1ほどが埋め立て地だということがわかります。またこの地図で確認できる火災という町名は1981年に廃止され、東火災、中火災、西火災の一部となりました。1975年の地図では、1972年に始まった火災沖の埋め立てが急ピッチで進んでいることがわかります。火災臨海公園、海浜公園を除く火災海岸堤防の南側がほぼ埋め立てられています。1978年に首都高湾岸線の新木場浦安間が開通しました。1979年には火災臨海公園エリアの埋め立ても終わり、公園の工事が着工されます。1992年に火災臨海公園、海浜公園が完成しました。旧火災海岸堤防の南側にも住宅が見られます。翌年1993年に巨大ゴルフ練習場、ロッテ火災ゴルフが開業しています。平成29年の江戸川区の地図上に旧火災海岸堤防を青い線で示した地図です。西火災駅が海岸線のすぐ近くであったことが確認できます。さて、埋め立て中の写真を他にいくつか見ていきましょう。こちらの写真、現在の新左近川親水公園のあたりを撮影したものです。見えている川は人工水路の新左近川で、左近川から延長され荒川とつないでいます。手前に見えるのが取り壊し前の火災海岸堤防です。奥に並ぶ橋脚は荒川沿いに走る首都高中央環状線です。火災ジャンクションまでが開通となるのはこの4年後、1987年、昭和62年です。こちらは1982年の埋め立て地と中央環状線の様子です。右上奥の方に首都高湾岸線の荒川湾岸橋が見えます。荒川湾岸橋は1977年に開通していました。埋め立て前の海岸線のあった名残として遺構と記念碑があります。一つは清新町、東西線の橋脚下にある旧火災海岸堤防の一部です。臨海町側の堤防跡には証言の花という記念碑が残されています。火災海岸堤防と証言の花、そしてかつての海岸線を現在の地図にプロットしてみました。証言とは江戸幕府で船の管理や海上巡視で活躍した向井証言忠勝にちなんでおり、海岸線を人の顔に見立てた際、花に見えることに由来しています。続いて火災駅と西火災駅周辺の昭和の写真も見ていきましょう。1969年の火災駅の周辺の様子です。バスが走る道路は火災駅西通り、現在のように商業ビルは並んでおらず、2階建ての住居が見られます。道路が綺麗なのは東京都による区画整理が進められていたからです。こちらが現在の様子です。火災駅南口から見た様子です。広い道路は環状7号線です。
現在と比較すると商業ビルがほとんどまだ建てられていないことがわかります。こちらは少し時を遡り、昭和53年頃の環七歩道橋から見た写真です。バスの待機所兼乗り場となっているようです。現在のブックオフの方角を見ていますが、なかなか現在の風景からは想像しがたいところがあります。1974年に撮影された西葛西駅周辺の写真です。西葛西駅の開業は1979年、昭和54年ですので、まだ駅はありません。線路の向こうにはすでに団地が見え、人々が集まりつつある様子が伺えます。こちらが1979年西葛西駅の開業記念切符です。駅が開業した当時の周辺の様子がよくわかります。まだ畑がそこら中にあり、今からは想像もできません。さて、ここからは少し視点を東に移して、旧江戸川に浮かぶ島を見てみましょう。妙見島です。この島は旧江戸川の南北に700メートルほどの大きさで浮かぶ小さな島、中洲で東京23区唯一の自然島と言われています。東葛西3丁目の一部を構成しています。周囲はコンクリートの壁に覆われています。川の流れによって上流側が削られ、下流側に土砂が堆積する結果、少しずつ川下に移動しており、流れる島とも呼ばれていました。明治期は現在より80メートル上流にあったそうです。浦安橋から見るとここは島ではなく単なる工場地帯のようにも見えてきます。妙見島には13もの会社の工場が連なり、社員寮に数十人が住み、それ以外人は住んでいません。工場が集まる一区画には江戸川ニューポートというヤマハの運営するボートクラブもあり、マリンスポーツを楽しむ人たちも妙見島には訪れています。実は私は船舶一級免許を持っていますが、一度ここを車で訪れたことがあります。なんか古そうな工場しか周囲になく、歩く人も見かけず、妙な圧迫感を感じました。島の 99% が工場とヨットハーバーの敷地で、一般人が自由に歩けるのはほんの数百メートルのトラックが行き交う一本道だけのようです。島にはそれ以外の一般の人はあまり訪れることはありませんが、猫が非常に多いそうです。工場で働く人たちがお世話をしているのでしょうか。埋め立ては火災沖のみならず、妙見島でも護岸工事が行われました。こちらは戦後間もない妙見島の写真です。確かに護岸はありません。当時は住人もいたようです。飲料水だけは火災側から橋家で運んでいたそうです。浦安橋が架かる前までは船で行き来するしかありませんでした。さて、再び葛西駅から西葛西駅周辺に視点を戻してみましょう。駅から直結の葛西メトロセンターは、葛西駅を訪れる人たちが気軽に買い物ができるスポット。多くの飲食店やショップが軒を連ねています。葛西駅の北側には昭和から続く葛西駅前商店街があります。最近ではチェーン店も多くなってきましたが、1969年の駅の開業後から商店を続けている地元のお店も残っています。1979年、昭和54年、西葛西駅ができた時には葛西の開発はすでに進んでいたため、西葛西駅は当初予定されていた利用者数の3倍以上の人々が利用することになり、当時の駅の規模では対応が難しかったことから、2000年に一度改築が行われています。駅の高架下には西葛西メトロセンターというショッピング街が広がっており、こちらもまた独特の雰囲気を醸し出しています。お隣の葛西駅にもメトロセンターはありますが、商圏の違いからうまく共存している様子です。そして西葛西といえばリトルインディア、インド人の街という側面もあります。西葛西には近年インドからの移住者が多く、インドから日本への滞在者の約1割を西葛西だけで抱えていると言われています。横浜の中華街、新大久保のコリアンタウンのように観光地化はしていませんが、街中にはインド料理店や輸入雑貨店など、ここはインドかと感じさせるようなお店が数多く立ち並んでいます。そもそもどうして西葛西にインド人がこんなに多いかというと、インド人には IT に強いエンジニアが多く、日本橋や丸の内などのビジネス街にアクセスしやすい西葛西に集まり、家族や一族が葛西にお店を出し始めたのが現在のリトルインディアの形成につながったようです。さて、続いてスーパーの激戦区としての葛西西葛西エリアを見ていきます。もともと大型施設といえば小岩発祥のスーパーナコスが北葛西にあるのみでした。想定を超えるスピードで人口が爆発する同エリアに対し、商業資本が黙っているわけはありません。
1982年、現在のイオンであるジャスコ都内第1号店、葛西店がオープンしました。東海、関西のスーパー3社の共同仕入れ事業として発足したジャスコの都内初進出です。なんと同じ日にダイエーの西葛西店もオープンし、200メートルの至近距離で対決しました。開店当日はまるでお祭り騒ぎのようだったと言います。ダイエーには2階、ジャスコには4階にゲームコーナーもあり、ここで遊んだという人も多いと思います。北葛西にあったナコソは3年後の1985年閉店に追い込まれました。跡地はその後マンションに建て替わっています。90年代以降、葛西地区には大型スーパーが次から次へと進出してきました。新鮮市場、マルエイ、ワイズマート、マルエツ、フジマート、アコレ。これら新興勢力の拡大の流れの中で、ダイエー西葛西店は2005年11月に閉店し、跡地は現在サニーモール西葛西となり、島村やスーパーのマルエイといったテナントが入っています。2007年頃は 1.5 キロメートル圏内に20店舗がひしめく食品スーパーの激戦区となりました。またそれまでホームズ葛西店に入っていたスーパーオーケーが2018年に西葛西駅近くに西葛西店をオープンしました。まだまだスーパーの激戦は続いています。これら大型商業施設の構成に対し根強く頑張っている老舗商店もまだ多数残っています。山一は1963年、昭和38年、北葛西で創業の地元密着スーパーです。江戸川区を中心に15店舗を現在展開されています。いわゆる昔ながらの駄菓子屋さん、石川商店です。創業は1974年、昭和49年、葛西沖の埋め立てが始まった直後から営業されています。昔はアイスクリームの卸をやっていたそうです。昭和54年頃からタバコの取り扱いも始めました。1953年、昭和28年創業、学生服専門の吉田洋服店です。ちょっとしたお直しならすぐその場でやってくれるという何とも貴重なお店。学生服の袖出し、裾出しは3年間無料で対応してくださるとのこと。老舗の個人商店ならではですね。近年、スーモ、ライフルホームズ、ある日の住みたい街ランキングの上位に必ず名前を連ねる葛西、西葛西ですが、治安はどうなのでしょうか。警視庁公表の令和3年度区町村別犯罪件数データから見た治安が良い街ランキングで江戸川区は10位にランクインしています。子育て世代、いわばニューファミリーの増加により子どもたちが住みやすい環境づくりに力を入れているので年々犯罪件数が減少しています。現在は夜でも女性が一人でジョギングをする風景も見ることができるほど治安に問題はないように見えますが、しかしかつてはかなり危険なエリアでした。ネット上には車上荒らしは一時は西葛西が新宿歌舞伎町を上回るレベルだった。さらにこのチャンネルの他の動画のコメントには父親が葛西にマイホームを持った頃の話、都心での宴会で帰りが遅くなりタクシーで帰ろうとすると運転手にあんな怖いところに深夜行くなんて勘弁してくださいと乗車拒否されるのが常だったというものもありました。実際調べてみるとドラゴンという中国残留孤児の2世らを中心としたストリートギャングが結成されたのがここ葛西だったのです。1988年頃の話です。彼らは日本語がうまく話せなかったために日本人の不良グループからいじめや差別に遭い、それらからの自己防衛のために結成されました。次第に非行化凶暴化し、最盛期には3000人が所属したとも言われています。さてこの動画の最後のセクションです。埋め立ての結果できた葛西臨海公園周辺を見ていきましょう。1988年に JR 京葉線葛西臨海公園駅が開業しました。東京駅まで乗り換えなしでなんと最短13分でつないでいます。ディズニーランドがある舞浜駅までは1駅3分。1989年、平成元年に葛西臨海公園、葛西海浜公園、そして葛西臨海水族館が揃って開園しました。葛西臨海公園の広さは80ヘクタール、東京ドーム16個分あり、都内では葛飾区の水元公園に次いで第2位です。葛西臨海水族館は年間400万人が訪れる国内の水族館人気ランキングでトップ10に入ったこともありました。大水槽のマグロの回遊で有名でしたが、2014年、マグロ、カツオが突然大量死するという事件はまだ記憶に新しいです。ただ実はこれ、はっきりとした原因は未だ分かってないようです。ダイヤと花の大観覧車は2001年に開業しました。直径は111メートル、
2016年に大阪吹田市の大阪ホイールができるまでは日本一大きな観覧車でした。葛西臨海公園はラムサール条約にも登録され、水質汚染もかなり改善されてきています。臨海公園の干潟には多様な水生生物も生息するようになり、春になると潮干狩りが行われるようになってきています。はい、というわけで今回の葛西編いかがでしたでしょうか。江戸時代には海苔の養殖、アサリやハゼといった江戸前魚介類の漁業で栄えていました。昭和初期まで漁業は続いていきますが、戦後になると復興と高度成長の波の中、水質汚染や土壌汚染との戦いが繰り広げられ、やむなく漁場を放棄することとなりました。そして1970年代からおよそ30年かけて進められた埋め立て事業は見事に完了しました。水害と地盤沈下、産業廃棄物の不法投棄に悩まされてきたエリアが、現在では子育て世代、ニューファミリーから最も注目されるエリアに生まれ変わりました。そしてかつては治安の悪かったこのエリアも、町ぐるみで防犯活動に取り組んだ結果、現在ではかなり改善されてきています。これからも葛西の発展に注目していきたいと思います。この動画が良いなと思われましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。 Twitter では更新情報をつぶやいています。ぜひフォローをお願いします。概要欄にリンクがあります。では最後までご覧いただきありがとうございました。